プロデューサーの上原十一と言います。今夜ロマンス劇場で本当にたくさんの映画愛を詰め込んだ作品になっておりますので、ぜひ楽しんでいただきたいです。よろしくお願いいたします。とにかくやっぱり広いなというのが第一感想なのと、あとすごい熱気があるなというふうに感じました。北京に来た感想と同じになってしまうんです。すごいスケール感と熱を感じました。今夜ロマンス劇場では映画愛を詰め込んだ作品になっていると思っているので、それが中国の皆さんにも楽しんでもらえたらなと思っています。中国に限らず海外で映画が見られることは本当にありがたいことで、中でも中国は本当に今1万スクリーンもあって、本当に多くの皆さんに見てもらえるところだと思うので、ぜひ公開が決まったら嬉しいですね。竹内さんはちょっとあまり日本人っぽくないタイプというか、ちょっとラテン系のノリの方で、あまり緻密に計算したものを、撮るというよりかは、その場の雰囲気をすごく大事にするというか、その場の空気だったり、その場で出たアイデアだったり、をすごく生かして映画を作る方だなと思っています。竹内さんの作品でいうと、中国でどの作品が有名かわからないんですけど、日本だと、テルマエロマエという映画だったり、ドラマのデートっていうドラマだったり、割とコミカルテイストな、作品が有名だったりするんですが、この作品は前半がコミカルで後半がシリアスな、全然前半と後半で違う映画になってるんですけども、そういう意味で久しぶりにシリアスな部分の竹内さんも見られる作品になってるなという感じです。この作品割と日本映画って原作がある作品が多いんですが、この作品はオリジナル脚本なんですけども、そういう意味では脚本が一番苦労したところで、特に前半のコミカルな部分がなかなかどうしたら面白くなるんだろうということで、結構30個以上脚本もバージョンを重ねて、いっぱい没案もあるんですけれども、そこが一番苦労したところですね。今回映画祭での上映なんですが、ぜひ公開が決まってですね、よりたくさんの人に見てもらえるチャンスがあったら嬉しいです。